ワンピース、どっちが大きいでしょう。はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうね。さあ、今日はですね、この二人の対決でございますよ。あ、俺らの対決僕出題です、今日。あ、そうなの。いや、ちょっと僕だから楽、今。因縁だな。因縁の。ここのね、まあ言ったら俺の方が勝ってるからな。99勝98敗の今。俺の方が勝ってるからな、今ってこと。あ、逆ぐらい。もうどっちが勝ってるかもう忘れちゃった。何の対決かというと、うん、ワンピースですね、公表されてる身長があります。キャラの身長がね、あったりしますんで、どっちのキャラが大きいでしょうを、今日はこのホワイトボードに2人で書いてもらって、選択か？そう、選択式です。オッケーオッケーオッケー。じゃあそれやっていきたいと思いまーす。それでいきましょう。お願いします。どうですか、意気込みは。まあ余裕でしょ、だって。うん。余裕っす。言うたら俺の勝ってるからな、優勢だから。あ、でも僕読み込んできたんでこの敗北の力をもとに読み込んできた。いや、言うても今日やること知らなかったじゃん、だって。そうですね。読んで今日来てから伝えたから鎌かけたんですよ。ダメだったみたいですね。さすが師匠。皆さんも一緒にお考えください。まあ多分ね、全然詳しい方は分かると思いますんで、はい、やってんな、ニヤニヤと見てください。はい、じゃあ行きますよ、はい、第1問目、うん、じゃじゃん。どっちが大きいでしょう、ゾロとサンジ。身長？さあ、身長です。これ最終問題ですか？これ序の口よ。むずっ。はい、できました。待って待って待って、これ序の口よ。はい、待ってました。多分できました。はい、できました。はい、いいですか？はい、じゃあ一斉に答え出してください。はい、せーの、はい、サンジゾロ。おお、割れたよ。一発目からいきなり割れましたね。いきなり割れましたけど、自信はありますか？自信はめっちゃあります。めっちゃ。はい。いや、だってなんか2人並んだ描写の時なんかゾロが高かったような気がするんですよ、ね、お、すごい記憶力です。はい、ケイさん、自信はありますか？自信はある。いや、ゾロの方が高いです。答えはゾロです。よっしゃ、1ポイント。よっしゃ、優勝っすか？まず優勝だよ、ね、やばい。ちなみにゾロが181センチ、サンジが180センチです。え、危ない。ここは本当、まあでも間違えてもね。まあこれ童貞みたいなもんだな。童貞みたいなもんじゃない。童貞みたいなもんだ。まあ、童貞みたいなもんじゃない。そうですね。まあ、そこまで言うなら。じゃあ行きましょうか。はい。2問目。はい。バババン。エースとサボ。うん、身長？え、帽子は込みですか？いや、あ、でも2人とも帽子かぶってる。そう。はい。難しい。ちょ、こっちで行く。こっちで行きます。はい。いいですか？はい。それではエースとサボどっちが大きいですか、答えをどうぞ。せーの、サボ。おー、揃った。これは自信はねえのか。二択だから、二択だからこっちですみたいな。サボの方が大きい。サボの方が大きい気がする。なんか気がします。雰囲気だな。雰囲気ですね、完全に。いいですか、うん、正解はサボです。嘘。すごい。今日めっちゃ運あります。エースが185、サボが187です。うわー、結構でかい。結構違う。でかいな。でかい兄弟だな。ここは2センチ差なんですよ。なるほどね。そうそうそう。 K さんもこう見えて180ありますもんね。あるんすか？うん。嘘つくんじゃない。でかい2人ですもんね。じゃあいきますよ、第3問。はい。どっちが大きいでしょう、ドフラミンゴ、ジンベイ。むずジンベイ。どっち。はい、できました。はい、はい。怪しい。怪しいぞ。え、あ、ジンベ落ちてるぞ。え、ジンベ落ちてるぞ、ここに。なんでジンベ落としてるの。あれ、負けてるからって、それはちょっとあんまりじゃないですか。知らないよ。だってこれね、200分の1だから、これをただ200倍したらもう答え分かっちゃう。答え分かる。知らないよ。ああ。じゃあいきますよ。はい、じゃあ答えをどうぞ、せーの、ミント。お、同じ。一緒じゃん。これ同じじゃん。雰囲気。雰囲気。うん。これは雰囲気。うん。二人とも確証がゼロなの。毎回。ミンゴでかいの知ってるか。おお、なるほど。すごいでかい。うん、なんか。韓国無双3でやった時すげえでかかった。ゲーム情報。そう。何センチぐらい？何センチぐらい？2m80ぐらいなんじゃないの？あ、じゃあ、分かった。答え同じだから、より近い方にしようか。あー、いいっすね。もしあれだったら。いいっすね。でも両方外れる場合もあるから。いいよ、2m80。2m80ですね。3m。 お、ずるいなぁ。それずるいよ。それずるいよ。下回ればいいじゃないですか。
下回りますよ、多分心理戦になってるから295センチこれでジンベイだったら超面白いはいじゃあケイさん295はいハーフくんが3メーター3メーターはいまず正解は、うん、ドフラミンゴよっしゃー余裕ですねこっからですよ、勝負はこっからですこっから僕たちの勝負は一歩先へ行ってでも3メートルありそうだなドフラミンゴの身長3メーター5センチです。やったー！すげえ。ジンベイが3メーター1センチです。ドフラミンゴのがちょっと大きい。やった。1ポイント。1ポイントで2ポイント。あ、3ポイント。あれ全部当たってんもんね今。あ、そうだそうだ。当たってると勝ってるよ。2択だったら。すげえ。どっちが大きいでしょう？肩栗と、うん、バーソロミュークマ、うん。どっちが大きいでしょう？うん、難しいけど。いいよじゃあいいですかはい答えをどうぞせーのうまあ、かぶるじゃあこれ近かった方が勝ちにしようお前が先に言えよこの僕からっすかこの僕からっすねこの心理戦いいっすね、いいっすねこの心理戦いい当てに行きますよいいよ3メーター60そう、そんなでかいの3メーター59あーでも下から上っぽいなすげえ戦い3メーター59 60、59ザサイ戦いだなずるい答えはまずクマですよよおクマの身長6メーター80やったー当たったーやったー全然でもでも近いから倍ぐらい違うから、ね、近いからだったサイズ自分の中で倍違うからやだ6メーター89なんで肩栗がちなみにあれ509なんですよえあ肩栗5メーター9センチありますえ5メーターでかいです肩栗実はでかめちゃくちゃでかいめちゃでかいもう今のところ何4ポイント4対1 2か、はい、もう勝てないじゃんあでもあ1だ4対1勝てないじゃんじゃあラストの問題いっちゃおうかじゃあ最終問題いきますよはいはい最終問題はじゃあもう10ポイント入ろうかおーよし美味しい逆転できるぞ美味しいこれは美味しいぞいきますよどっちが大きいでしょうウソップの花と角の花うわ難しいどっちでしょうこれちなみに SBS でちゃんと出てますえー、難しいえ同じじゃないんですかあれ同じつけ花じゃないですかあれつけ花じゃないからまずそれでは答えをどうぞせーのカクウソップカクこれはどうですか自信ないですもうないことも認め出したしかもこれもカクっていうかなんか川みたいになってるなんかカワちゃんカワちゃんガレッジセーラーカワちゃんカワちゃんって選択肢ないですカクですかこれカクですだいぶ長めのクですけどカクですカクですかいやでもわかんないなこれちゃんと絵付きで書いてあります37巻の SBS いきますよはいそれで最終問題10ポイント正解はウソップでやったーわおわお14ポイント対2ポイントすごいハーフ君勝利イエーこの負けあの横に並んだ時に、うん、丸みの分ウソップが長いですやっぱりその気にしたんですよ。かっこなんかこうなってるから同じなんだけど丸いからウソップがちょっと長いなんかそんな気にしたんですよねそういうことかはい、というわけでどっちが大きいでしょうクイズでございましたで今あの SBS でねあの出てるキャラは何人かいますけど、うん、これビブルカードでは、うん、乗るのか乗らないのか、うん、ちゃんと宣伝してるよっていうアピールですはい、そんな感じでした、うん、ぜひぜひ分かったからまあ多分詳しい方はね多分余裕だった方多分いると思うんですけど、うん、まあでも今日はさ言ったら1/2で運が良かっただけだから実力じゃねえからああそうきますピンポンって早押しだったらまあ分かったけどなんで早押しは実力が判定されるんだってなるけど負けたなってなる今日は言うても 50% でたまたまその 50% がハーフにいただけだからな
なんか一理ある気がします。あるんかい。いや、そこは折れる。ただの本当になんか負け惜しみ言った人みたいになっちゃう。そこはさ、俺が勝ってから言って。俺がなんかすごいさ、本当嫌なやつ。嫌なやつで終わってくださいよ。今のはダメでしょ。それはダメでしょ。だからこれカットしなくて。これはこれだけカットしなくて大丈夫。あの、本当は仲良しなんで。本当は仲良しなんで。皆さん、そこは言ってよ。仲良しなんで。仲良しなんで心配しないでください。ありがとうございました。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。またねー。